フラウンダー、潜水艦。フラウンダー、アセスフラウンダー、SS-251 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、牛の下類を除くカレー目の総称にちなむ。フラウンダーは、コネチカット州クロトンの、エレクトリックボート車で寄港する。1943年8月22日に、 アストリートイチ・マクレラン夫人によって浸水し、艦長カール・エイ・ジョンソン少佐、アナポリス1929年組の指揮下1943年11月29日に収益する。収益後コネチカット州、ニューロンドンを出港し、新珠湾を経由して1944年3月5日に、ニューギニア・ミルン湾に到着した。3月17日、フラウンダーは、 最初の紹介でパラを及び、ハルマヘラ島方面に向かった。紹介期間中、多くの敵航空機を観測したためフラウンダーの行動は制限され、敵艦とはあまり接触がなかった。4月11日夜、フラウンダーはレーダーで3つの目標を探知し、追跡の上2時間後にの地点で魚雷を4本発射するが、命中した様子は見られなかった。フラウンダーは、 檻からの雨の中で追跡を続け、翌4月12日2時頃に、再び魚雷を4本発射するも、やはり命中しなかった。2度の攻撃とも、目標はおよそ3マイルもの遠方にあった。4月16日から17日にかけてはダーウィンに寄港。紹介を再開するが、もはや航空機しか見なかった。5月9日、フラウンダーは54日間の行動を終えて、ミルン湾に帰港。 マヌストーゼ・アドラー湾に開港されて、訓練と修理に従事した。艦長が、ジェームス・イース・ティーブンス少佐、アナポリス1930年組に変わった。6月3日、フラウンダーは2回目の紹介で、バッショー、アセス・ベショウ、SS-241 及びブリーム、アセス・ブリム、SS-243 と、ウルフパックを構成し、ハルマヘラ島近海に向かった。 5月31日から6月3日まで、ゼイヤドラーワンで補給と演習を行う。6月17日、フラウンダーワの地点で、7000トン級輸送船と2隻の占い守る型解剖艦を発見し、魚雷を4本発射。魚雷は、すべてが、特設運送船日本海丸、三井船舶、2681トンに命中して、これを撃沈した。6月24日、 フラウンダーはの地点を浮上航行していた際に97式、艦上攻撃機2機が雲のから降下し、投下した爆弾がフラウンダーの至近距離で爆発したため上規模な被害を受ける。フラウンダーはしばらくの間紹介を続け、6月29日にはの近海で20ノットでラバオに向かう駆逐艦浅雲満潮の訳を発見する。フラウンダーは7月6日に ゼイヤドラーワンに到着し、損傷した燃料タンクの長部を覆う、応急修理を受けた。7月12日、フラウンダーは39日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還。ここで、本格的な修理を受けた。8月1日、フラウンダーは3回目の紹介で、フライングフィッシュ、アセスフライングフィッシュ、SS-229 と共に、ミンダナオ島方面に向かった。 8月8日から9日にかけて、ゼイアドラーワンで補給した後、第58任務部隊、マーク・ミッチャー・中将によるフィリピンへの航空攻撃に対する救助支援任務に従事した。この紹介では、敵艦との接触はほとんどなく、8月18日午前2の地点で、第30号総会艇に対して、魚雷を4本発射指名中しなかったのが唯一の戦闘で、 第30号総会艇は攻撃をかわして爆雷で反撃を行っため、フラウンダーは先行被退した。その後8月28日から9月1日までミオスウンリ島で燃料等を補給し、補給後は再びフライングフィッシュと共になどで紹介を続けた。9月28日にゼイヤドラーワンに寄港し、10月4日、フラウンダーは61日間の行動を終えて、 ブリスベンに帰討した。10月27日、フラウンダーは4回目の紹介で、バッショー及びガビナ、アセスグアビナ、SS-362 と、ウルフパックを構成し南シナ海に向かった。10月31日に、ミルン湾で補給を受け、11月5日に、ダーウィンに寄航して、再度の補給を受けてショークに進路を向けた。11月10日、フラウンダーは、 ロンボク海峡の北部で小型艇を観測する。その2時間後の地点で再び観測すると、今度は潜水艦、それもドイツ海軍の U ボートの司令塔と認識された。フラウンダーは先行して戦闘配置につき、魚雷を4本発射して2本の命中が観測され、敵潜水艦は爆発支援と煙に包まれた。30分後に潜望鏡深度に戻って観測したが、 何も見つけることができなかった。フラウンダーは、ペナン、スラバヤなどを拠点にの位置艦として活動していた、お撃したのであった。11月21日午後、フラウンダーは2隻の護衛艦を配する2隻の輸送船を発見して接近する。の地点で戦闘の輸送船に向けて、魚雷を6本発射し、魚雷は輸送船赤月山丸、打歩船5698トンに3本が、 命中して大破させた。しかしながらその後は敵艦との接触はあれど攻撃機会はなかった。12月13日、フラウンダーは46日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。1945年1月7日、フラウンダーは5回目の紹介で南シナ海に向かった。しかし音響促進機が故障したため再びフリーマントルに戻り、 1>, 1月12日から14日まで音響促進機の修理を行い、修理完了の後再度南シナ海に向かった。2月12日午後フラウンダーは北号作戦で日本本土に向かう艦部隊を捉えるべく、翌2月13日まで追跡したが、わずかにタイミングを一して、これらの目標への接近はできなかった。2月22日、フラウンダーはの地点で、 大型のジャンクに対して、魚雷を4本発射するが、このうち4本目が不安定な方向へ進み、フラウンダーの熟練した乗組員は、自らの魚雷の直撃をどうにか避けることができた。翌2月23日朝、フラウンダーは、インドシナ半島沖で、戦亡強震度で、航行、同じく戦亡強震度で航行中だった方、アセスホエ、SS-258 と互いに擦れ合い、 方のキールが損傷してわずかな漏れが死認できたが、すぐに修理が行われた。2月25日、フラウンダーは42日間の行動を終えて、スービックワンに帰島した。3月16日、フラウンダーは6回目の紹介で、チュブ、アセスチャブ、SS-329、ブリル、アセスブリル、SS-330 及びーロビン、アセスーロビン、 SS-407 とウルフパックを構成し南シナ海に向かった。3月29日夜、フラウンダーはのバダン湾、三崎沖で、レーダーにより5つの目標と接触したが、フラウンダーが攻撃態勢に入る前に、目標は飛行艇からの夜間攻撃を受けた。目標は、南号作戦最終戦団である日88、J 戦団の残党と考えられ、この時までに、 波状攻撃で輸送船は全滅し、残った解剖艦と駆逐艦天津風は3月29日夜にプビー・カタリナの夜間爆撃を受けていた。この紹介での攻撃機会はなかった。4月22日、フラウンダーは38日間の行動を終えてサイパン島に帰島、オーバーホールのため本国へ向かった。フラウンダーが真珠湾に戻って間もなく、 戦争は終了し、フラウンダーは東海岸への帰還を命じられ、9月18日にニューヨークに外戦した。フラウンダーはニューハンプシャー州、ポーツマス及びコネチカット州、ニューロンドンで不活性化された後、ニューロンドンで1947年2月12日に予備役となり保管される。その後は現役に戻ることもないまま1959年6月1日に、 除籍され、翌1960年2月2日にスクラップとして売却された。フラウンダーの紹介は2回目、4回目のものが成功として記録された。フラウンダーは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。